鶴田の表情、この天才肌の鶴田が勝つか、総根天竜か。さあ切り返していくバックドロップ、タイガーマスクはいい動きを見せています。この後は鶴田とそして輪島と戦いたいというタイガーマスクであります。さあ今度は鶴田が出てきた、さあどうだ、ものすごいエルボー、さあ天竜に、天竜に張った、天竜に張った、さあ天竜がなんだという表情で出てきた。さあ鶴田の方から仕掛けました。馬場さん、鶴田の方から張り手しましたね。そうですね、さあ出てこいたばかりに、しかしまだ天竜エプロンです。ここで正式タッチ、さあ天竜と、天竜と鶴田、さあ4年2ヶ月ぶりの対戦、まずはダブルのチョップ、非常に仕掛けの早い天竜。さあそのままブレンバスターの攻撃、さあカバーの体勢、カウント1入りました。思えばこの天竜は今日がデビュー10周年なんですが、馬場さんと組んでこのデビュー戦を出たんでしたね。そうですね、覚えてらっしゃいますか。はいはい、10年間を振り返りまして、天竜の成長が非常に大きいものがあったと思います。さあもうこのラマッチョップ、ものすごいプランチャーだ。第4強とともに放送を先前、黄金の虎が飛んでまいりました。さあ鶴田がタッチ、鶴田にタッチ、今夜2度目の鶴竜対戦、鶴竜対戦、さあキックで戦を制して、さあジャンボラリアットか、ジャンピングに、ジャンピングに、さあもう1回か、今度はキック攻撃、すごい速い動きだ、ジャンボ鶴田、天竜を飛ばした、ジャンピングに2連発、鶴田が燃えている、鶴田が燃えている、静かな鶴田が立ち上がった。さあ攻撃の手は、あーっと今度は天竜がバックドロップ、すごい腹にタッチ。馬場さん、鶴竜の対戦いかがですか。素晴らしいですね。もうこのね、企画はね、両者ともにね、面白いですね。そうですね、打ちも打ったり、はい、守りも守ったり、はい、ラグビーの日本代表から第二の人生をプロレスにかけた男。さあ、あっと、これはかわされてバックドロップ、すごい究極のバックドロップ、鶴田が怖い、今日は鶴田が怖い。さあタイガーマスクへのつなぎ、さあタイガーマスクが何を見せるか、あーっとタイガーもラリアット、4者ラリアット乱れ打ち、そのままカバーの体勢、あっとカウント2返す。馬場さん、ここまで拮抗してまいりますと、勝負の決め手になるのはどの辺になりますかね。さあもう何と見当つきませんね。つきませんね、はい、全く展開は予想だにできません。さあもう記録の戦いになりました。4選手とも汗びっしょり、天竜の表情、お互いの執念が汗になって飛び散っているかのようであります。さあ今度は天竜、いやタイガーマスク、さあトップロープからなんだ、あーっとすごい、ものすごい音がしました、フライングボディアタックカウント2、全く反則もない綺麗な試合です。このタッグマッチ、おそらくこの後近い将来実現します日本人対決に向けまして、それぞれのチームがリフレッシュして、そして戦ってもらいたいと思います。さあチャップだ、チャップだ、すごい戦いになってきた。さあなんだ、あっとジャンピングに浮かしてコマンダリアット、ジャンボ鶴田打たれました。さあそして4回目の対決、さあこれは何を見せるか、おっと近距離からのラリアット、これは鶴田不意をつかれたか。試合は15分が経過してまいりました。さあ動きが速くなります、ボディスラム、さあエルボーだ、エルボーだ、エルボーだ、天竜が行く、天竜が行く、天竜が行ったぞ、行ったぞ、エルボー、4年間ありがとう鶴田天竜、思い切り戦え、突っ張れ天竜、天竜流の挨拶が続きます。さあダブルの攻撃、鶴田打たれている、全く馬場さん話の通りに展開は予想だにつきません、目まぐるしいタッチワーク、両チームとも馬場さん、このタッグの流れというのはこうして良くなってきましたね。そうですね、さあその中でお互いに勝機をどこで見出しますか。さあ天竜が出てきました、天竜が出てきました。さあ、あっとダブルのラリアット、これはすごい、馬場さんいかがです。もうね、もうご覧になってる通りでね、もう解説する必要ないみたいなね。そうですね、もう解説してらんないですよ。バキッという音が放送席までフロントネックチャンスリー、アルファンは言います、天竜は最も脂が乗った時期だ、今が一番大切な時だ、こういう人もいるんです。馬場さん、
もうねこの年齢はねもうあの本当に脂に乗ってる年齢ですからね、はい、そして同じことが鶴田にも言えます。あーっとラリアットの相打ち。さあこれはどうでしょうか。当たり具合ババさんいかがですか。いやもうジャンボの方がずっとさっきからやられてますからね、その分ダメージということですね。そうですね、まあまあ、タッチしましたからね、はい、そうですね。さあこの辺りも非常にいいコンビネーションを見せています両チーム、まあ、このタイガーの活躍は、ね、素晴らしいですね。円錐を見せて今度はジャーマン持てる技を全て出している。カットドッドッドッ天竜の右足がかろうじてかかりました。あ天竜、天竜の顔がグロッキーだ。天竜の顔がグロッキーだ。さあタイガーマスク追い込むか、もうこの7番勝負の借りを返すか。タイガーマスクサンティ時代へ飛躍のきっかけを掴んだタイガーマスクのラップキック、やるもの全て成功タイガーマスク。さあ今度は思い切って何を見せるのか。前は勝っている、何があるか。あっとウルトラタイガードラップ、しかしフォアバブル体勢だ。天竜うまくいけた。カウントオープとワン、鶴田が正面からラリアット。おっと足田原がこれをフォロー、やはりヒットマンラリアット。さあ収集がつかなくなりました。原が足がもつれます。タイガーが外へ落ちます。鶴田が今中へ上がってきました。天竜は今起き上がりました。さあ原と天竜だ。鶴田を2人がかりの、あーっとまたしてもラリアット。さすがの鶴田もこれはたまりません。さあ、あーっと円錐、鶴田に攻撃を絞った。完全に鶴田に攻撃を絞った。場外ではタイガーマスクがやられている。さあしかし天竜も追い打ちをかける。天竜も追い打ちをかける。あーっとこれはリンチだ。あーっともう一回、さすがの打たれ強い鶴田でも馬場さんこれはどうですか。危険信号じゃないですか。鍛えた一人ですからね、さあ城樋口が中に割って入りますが、さあ原と天竜が3回目、まあ、ここはね天竜原がねやっぱり一人引っ込んでもらいたいですね。鐘が鳴りましたね。お話より早く、はい、無情の鐘が鳴ってしまいました。しかしその鐘が聞こえないかのように、あーっと鶴田にまたしてもラリアット。天竜4年2ヶ月ぶりの対決はもう妥協のないプロレス。天竜18分30秒天竜芦田原反則負け、ちょっと残念な裁定ですが、馬場さん今の一戦をお願いいたします。もう解説するまでもないんですけどもね、ただ最後の判定がね、はい、反則になりました、このところにやっぱ原天竜のちょっと意地がある見られたみたいなんですよ ね。それから今日はこの鶴田天竜の天竜声が長くても今鶴田が私どものマイクを持って、そして天竜来いと放送席でアピールを行いました。